はい、スタートですスタートは内側から1番ですね、阿部力也選手、すごい速かったですね、スタートが、そしてそこには4番の磯田選手も取りにいきました、こうなってくると、前が東北勢、中段に関東勢、後方に四国、中四国のラインですね、このような三分線で並びが決まりそうですね、早くも。このレースはまず新田選手ですね、前を走る東北ラインの新田選手。 新田選手は初日は鳥取選手の先行をまくったんですけどね、番手にいた清水宏人選手に番手まくりを放たれまして、合わされてしまって7着でしたね、ですので、やはり今日はは隅田選手がね、中段を中段を走ると思うので、そこをね、小倉選手にブロックをされて、止まったところをまくるとか、やっぱりあとは積極策ですよね、先ほど吉岡君も言ってましたけども、勝ち上がりのどこかで積極的に主導 をを取るようなレースをすれば、うん、また勝、えー、ち上がりでトーナメントなんで手が、ね、手数がありますので、まあ、ここで、えー、まくりというのは非常に隅、まあ、田選手の初日の絶好調な、ね、13秒8のまくりを見ていると隅田選手をなめているとちょっと。 まくりも届かなくくなってくるのかななという危険性がありましたよねなのでそこも踏まえて早めに仕掛けていれば新田選手の力であれば勝ち進めたのではないかなと思うので非常にもったいないレースだったと思いますよね、えー、地元の隅田選手はやはり乗ってますよね前回の長い記念もそうですけども後ろには昨日、えー、200勝を達成して13秒6でね 最終3コーナー、9番手から追い込んできて一着になった磯田選手、乗ってますからね、まあ、この栃木、地元勢、非常にいい流れなんですけども、まあ、そこには中村佑樹選手もいますので、まあ、ここはしっかりとした3人ですよね、そして後方から3番の鳥取選手、昨日は北鶴選手を叩いて、清水選手にね、 まあ貢献したわけなんですけれども、今日も後方から積極的に打賞で先頭ですよね、隅田選手がここはね、4番手、中段、俺が中段だという形で、まあ、迫力も出していると思うので、新、ま、田、あ、選手は前を取ってすんなり引きましたよね、ここで隅田選手、余裕があるんですよね、後ろがもう見えなくなった時点で、ここで大型ビジョン見るんです、少し左側ね、なので、まあ、この辺で見てて、ああ余裕があるんだな、まあ、自分のバンクなんだなという感じですよね。 あとはもうね、直ね大型ビジョンを見ながら走ってますけども、ここで自分の車間を空けながら、新田選手もやはりね、ここで構えてしまうんですよね、なぜかここはやっぱり乗ってるんでしょうね、仕掛けるところが初日と同じところですよ、隅田選手、ここ。で、やっぱり加速力もね昨日良かったのでね、ここは隅田選手が一気にいったわけなんですけども、内側からね、この昨日と同様、磯田選手がね、突っ込んできて。 あと、中村宏選手もね、落車よく避けましたね、あの,、ねうん、あのゴール前でね、すごい、えー、察知能力だと思うし、回避能力だと思いますね、はいえー、このレースは、まあ、森澤選手も突っ込んできたので、4番、2番、7番という形でね、ゴール決着したんですけども、まあ、ここは地元勢、えー、磯田選手と隅田選手、はい、お見事でしたね。はいはい